ちは。阿蘇市食生活改善推進委員協議会阿蘇支部です。今日の料理は阿蘇の赤牛の丼です。今回教えてくださるのは福島さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして今回お借りしてきた器はこちらです。阿蘇市にあるスローガマさんの作品をお借りしました。スローガマさんのご紹介は番組の最後にありますので、ぜひご覧ください。福島さん、今日は阿蘇の赤牛を使った丼ということで、美味しそうなお肉がありますが、今回このメニューにしたのは何か理由があるんですか？そうですね、最近やはり暑くなりまして、それから震災がありましたね。だから皆さんきっとお疲れだと思います。私もなんかとっても疲れる時がありますから、そんな時はお肉を食べて、そして栄養があって美味しくって短時間でできる、そういうものを考えました。はい、では早速作り方を教えてください。はい、まずは一番上に乗せます、はい、温泉卵、この卵をですね、グラグラにたぎってます。お湯に卵を入れます。そうしてこのまんま12分置きます。12分です、はい、さあどんな卵ができるか楽しみです。福島さんがとても心配されているこの温泉卵なんですが、実はね、そうです、この収録前にたくさん卵を使って実験をしたんですが、それがこちらなんです。で、今福島さんが教えてくださったのは12分間放置する、はい、そうです、ね、家庭ではできたんですけどね、やっぱりいろんな条件があるんでしょうね。お鍋の厚さとか、なんかこんなにたくさん作ってしまいました、はい、今日はこの実験の結果、地産地消クッキングでは沸騰したお湯を止めて生卵を入れて12分放置のやり方を福島さんが見つけられました、はいはい、それでできると思います。で、今度はレタスです。レタスは包丁よりも手でもう適当にちぎっていきます。じゃあ今度は貝割れです、はい、貝割れはこれは半分に切ります。これで終わりです。パプリカは薄切りにします。じゃあお肉を焼きます。はい、じゃあお野菜を置きます。たっぷり最初にお野菜、はい、はい、今度はお肉です。はい、お肉を今日はね、1人 100g の計算なので結構たっぷり、そうですね、美味しそう。そうしてこの間に、これはちょっと飾りのように色合いを、彩りをよくですね、でしょうか。どんなでしょうか。あ、すごい入ってる。無事にできました。阿蘇の赤牛丼ぶり完成です。さっといただきます。いただきます。牛肉です。柔らかい。いや、美味しい。美味しい。美味しい。お吸い物も美味しい。地産地消クッキングでは阿蘇市にある窯元から器を提供していただいています。阿蘇市小里にある阿蘇スローガマでは陶芸教室も行われています。実際に土に触れ、お気に入りの器を焼いてみてはいかがでしょうか。